それほんまで、もうおっとけ、ドミナー日本政府おっとけ、いいんや、もう共和制以降の議論しよう、日本全国 JI のやつで、日本国内の CSIS や CA1 のグラバルドルとか、まあ、議論しよう、共和制以降しよう、おっとけ、いいんや、全員会議もやればいいんや、おっとけ、滋賀県本関係や、おっとけ、嘘ついてるから、ほっとけ、俺に不在時に登場しろを見せるから、水上は日本政府に至る人、ほっとけ、どうせブラウザに入れんからサイバーテロやってるんや、前々やってたそうやな、まあ、対抗役のサイドやりすぎやろ、相当俺の存在名さごめんや、マジマジテロリスト戦う人の死刑し、あのブラウザに入れんから、マジ無理やったやんさ、無関係なの、大変拉致したことは問題なの、どうせ謝罪声明も出せんねん、西川貴教って死刑囚も黙っていいやん、全然フォローされたことないやん、あいつフォローしたの間違えたな、大変恩師教の関係者ちっともフォローしてんじゃん、おいすごいか、どういうことやこれ、実験材料にしたんか、俺こんな寒い地域に閉じ込めなんて、お前人権侵害で科学に起訴するぞ、告訴するぞ、本当に民事訴訟起こすぞ、本当に賠償金30兆円払ってるぞ、これお前が払うんかったら日本政府が払うんだぞ、全部お前がビルダーバーグのサイトを話して責任取ってもらうぞ、これ喧嘩取るんだよ、また病院連行するんか、また警察署に連行して水を見たりセックス旅行の連中を呼び出すんだ、いろいろまで昨日来たんですよ、ボケ、いろいろのんきに来たんだよ、ボケ、恩事業にこういうのせっ、ボケ、そんなに脅迫が怖いんか、怖かったらもうやめろ、声優も歌手もやめちまえ、やめちまえ、不自由にやめちまえ、お前もそんなにテロ体制維持したい、やめちまえ、愛人まず俺主張ならみんなに生まで爆撃するぞ、あそこはきらお前のキラーです、爆撃するぞ、以上。